甘粕正彦は、日本の陸軍軍人、陸軍憲兵隊時代に甘粕事件で民間人を虐殺したことで有名。短期の服役後、日本を離れて満州に渡り、関東軍の特務工作を行い、満州国建設に一役買う、満州映画協会理事長を務め、終戦直後、服毒自殺した。明治24年1月26日。宮城県仙台市北三番町に、旧米沢藩士で当時宮城県警部だった父、甘粕春吉と、母、内藤氏家の長男として生まれる。第4次川中島の戦いでの奮戦で知られる、甘粕系持ちの子孫で、銀行家の甘粕二郎と陸軍の甘粕三郎大佐は弟、甘粕重太郎陸軍中将はいとこ。マルクス経済学者、三田石介は、父方のいとこで、関助の子が社会学者、三田宗介、孫が漫画家、三田龍介である。なお、三菱電機副社長の甘粕忠夫は長男。1897年、父の転勤で、福島師範附属小学校に入学。その後、津中学校、名古屋陸軍地方幼年学校、陸軍中央幼年学校を経て、1912年5月に、陸軍士官学校を卒業する。士官候補生、第24期として卒業した当初は、不評価であったが、1918年7月中尉の時に転科し、憲兵中尉となる。不評から憲兵への転科は、膝の怪我が理由とされ、転科に迷っていたところを、上官、東条英機と相談し積極的な意見を受けて、憲兵となったという。この時朝鮮揚州憲兵分隊長を拝命する。その後、憲兵司令部副官、憲兵練習所学生の後、1921年6月憲兵隊尉に進み、市川憲兵分隊長を命ぜられる。翌年1月渋谷憲兵分隊長に移り、大正12年8月から麹町憲兵分隊長を兼ねる。なお、東京憲兵隊本部で、甘粕の給仕を務めていたのが後に政治家となる福家俊一である。詳細は甘粕事件を参照1923年9月1日に起きた関東大震災の混乱時に9月16日、東京憲兵隊麹町分隊長の甘粕はアナキストの大杉久志、伊藤のいとそのおい、立花の総一の3名を憲兵隊本部に強制連行の後、厳しい取り調べの結果、死に至らしめ、同本部裏の古井戸に遺体を遺棄した、いわゆる甘粕事件を起こした。事件では、憲兵や陸軍の責任は問われず、すべて甘粕の単独犯行として処理され、同年12月8日、禁錮10年の判決を受ける。軍事法廷において、1926年10月に仮出獄し、予備役となり、1927年7月から陸軍の予算で、フランスに留学する。フランスでは画家の藤田嗣治等と交流があったと言われるほか、フランス陸軍大学に留学していた住田四郎とも交流していた。1930年、フランスから帰国後、すぐに満州に渡り、南満州鉄道等は経済調査局法典主任となり、さらに法典の関東軍特務機関長、土井原健二大佐の指揮下で情報、謀略工作を行うようになる。大川秀明を通じて、後に、柳条湖事件や自治指導部などで、満州国建国に重要な役割を果たす、右翼団体対友好会に入る。そのメンバーの一部を子分にして甘粕機関という民間の特務機関を設立。また、満州の国策であるアヘンビジネスでリーダーシップを取った。1931年9月の柳条湖事件より、始まる満州事変の際、ハルピン出兵の口実作りのため法典に潜入し、中国人の仕業に見せかけて、数箇所に爆弾を投げ込んだ。その後、清朝の第12代皇帝戦闘帝の愛新覚羅不義に、馮玉祥が起こしたクーデターにより、紫禁城を追われ、1925年以降に、天津に幽閉されていた擁立のため、不義を天津から、湯見影子まで、洗濯物に化けさせて、劉光里に詰め込んだり、空里に変装させ、鉱石車に押し込んで、極秘裏に連行した。その他、満州事変に関する様々な謀略に加担した。その働きを認められ1932年の満州国建国後は民政部刑務首長に大抜擢され、表部隊に登場する。自治指導部から分かれた満州唯一の合法的政治団体満州国協和会が創設されると理事になり、1937年には中央本部総務部長に就任。1938年、満州国代表団の副代表として公式訪欧し、ムッソリーニとも会談。満州国時代の甘春1939年、満州国国務院総務庁広報所長、武藤富夫と総務庁次長官、新助の尽力で、満州映画協会の理事長となる。満映のある新興の日本人社会では、ついに満映が、右翼軍国主義者に牛耳られる、軍部の独裁専横人事と恐れられた。しかし実際は、甘春は、紳士的に振る舞い、満映の日本人満人双方ともに、俳優、スタッフらの給料を大幅に引き上げただけでなく、日本人と満人の待遇を同等にしたことや、女優を首席に同伴させることを禁止するなど、社員を大切にしたことから、満映以内での評判は高まっていった。甘春はまた、文化人でもあり、ドイツ訪問時に、当時の最新の映画技術を満州に持ち帰った。それは後に戦後、東映の黄金期を築くことにもなった。また、朝比奈隆が指揮をしていたハルビン交響楽団の、充実にも力を尽くした。また、甘春本人は軍官僚上がりであり、芸術的才には恵まれておらず、映画制作の芸術面において、社員の監督等に馬鹿にされることも多かったが、そうした無礼の数々も僕の範囲外なのでと笑って受け入れていた。満州時代の甘春は、日本政府の意を受けて、満州国を陰で支配していたとも言われる。しかし甘春はその恍惚感ぶりと言動ゆえに関東軍には煙たがられ、甘春事件のイメージもあり、士官学校の恩師である東条英機という例外を除いてはむしろ冷遇されており、その影響力はあくまで日本人官僚グループとの個人的な付き合いや士官学校時代の同期の学友たちとの人脈が源泉となっていたという。また、根岸の証言によれば、謀略の資金源の大半は満映から出ていたという。1945年8月8日ソ連は日ソ不可侵条約を破棄し、日本に宣戦布告、翌9日満州に侵攻。ソ連軍が新疆に迫り来る中、日本が降伏した翌日の8月16日甘春は満映の社員を全員集めて必ず死ぬと言った上で中国人社員が中心になるべきと述べ、最後に皆さんのお世話になったことを深く厚くご礼申し上げますと挨拶した。その後に身の回り品を形見として一人数とに配り、社内の預金を退職金として全額引き出した。甘春の部下は自殺しないよう銃器や刃物などを取り上げ見張っていたが、20日早朝、監視役の大谷、長谷川、赤川光一の目を盗み、隠し持っていた青酸カリで、服毒自殺した。満映のスタッフは、皆で甘春を見取り、葬儀も執り行われた。甘春の遺体は一時新疆で埋葬されたが、翌1946年4月に、荼毘に付された。遺骨は、家族の手で、日本に持ち帰られて、多磨霊園に納骨された。森重久彌は甘春について、満州という新しい国に、我々若い者と一緒に情熱を傾け、一緒に夢を見てくれた。ビルを建てようの、金を儲けようのというケチな夢じゃない。一つの国を立派に育て上げようという大きな夢に酔った人だったと証言している。武藤富夫は、甘春は、私利私欲を思わず、その上生命に対する執着もなかった。彼と付き合った人は、甘春のような生き方ができたら、と羨望の気持ちさえ持った。また、そこに見せられた人が多かったと述べている。李香蘭こと山口敏子が満映を辞めたいと申し出た際には気持ちはわかると言って契約書を破棄したが、彼女の証言によれば吹っ切れた感じの魅力のある人だった。無口で厳格で周囲から恐れられていたが、本当はよく気のつく優しい人だった。ユーモアを介しいたずらっ子の一面もあるが、その度が過ぎると思うこともたびたびだった。酒に酔うと寄せ鍋に、吸い殻の入った灰皿を入れたり、周囲がドキリとするようなことをいきなりやったとのこと。権力を傘に着る人間には、恍惚感的な性格を見せ、内地から来た映画会社の上層部を接待した席で彼らが、お前のところの女優を抱かせろと強要した際に、女優は娼婦ではありません。と毅然とした対応をしたという。これら周囲の人間の好意的な証言がある一方で、ヒステリックで神経質、官僚的という性格が一般には知られていた。大博打身ぐるみ脱いで、すってんてん自分の人生と日本や満州国の運命を重ねて読んだ川柳と思われる映画テレビドラマ小説漫画ゲームありがとうございます。